私は晃之助。この度の教習調査に向けてシステムの説明をします。皆様の力で時間素行軍による歴史改変を食い止めてください。それでは始めましょう。まずは戦闘について。戦闘での操作には通常モードと簡単モードがあります。簡単モードでは Y ボタンを押すだけで状況に応じた攻撃や回避をすることができます。これによりアクションが苦手な方でも簡単に任務をこなすことが可能となります。シンプルな操作で華麗なアクションを楽しみたい人は簡単モード、操作を自ら楽しみたい人は通常モードと自分に合った戦い方を選べます。戦場では私晃之助が皆様を目的地まで案内します。もし見失ってしまった場合はいつでもお呼びください。戦場へ赴く際はバディとなる刀剣男子をお連れください。絆を深めることでバディ反撃やバディ追撃といったサポートを行ってくれるようになります。さらに一定時間ごとに発動できる強力な連携攻撃バディ連撃も可能となります。相当連携ゲージが最大になるとバディの刀剣男子と連携アクション相当連携を発動することが可能になります。発動中はゲージが徐々に減っていきますが、その間無敵となりアクションも変化します。相当連携ゲージがゼロになるか途中で必殺技ボタンを押すことで刀剣男子2振りによる強力な必殺技相当必殺を発動することができます。うまく活用して任務を遂行してください。一定以上のダメージを受けるか一部の特殊な攻撃を受けると衣服が破れた負傷状態になってしまいます。負傷状態になると必殺技ゲージがたまりやすくなりますが、あまり無茶はされませんように。本丸とは刀剣男子たちの拠点のことです。本丸では各所に刀剣男子たちを配置することができます。配置した刀剣男子は経験値を得たり共に過ごして絆を深めることができます。そんなはずはない。刀剣男子の強化よろず屋での買い物やイベントの振り返りも本丸で行えます。また刀剣男子たちと共に本丸自体も成長しよろず屋で購入できる装備品が増えていきます。共に出陣したり本丸で同じ場所に配置して刀剣男子二振りの絆レベルを上げることで絆会話が発生し彼らの掛け合いを楽しめます。どうも嫌な通じない。本丸では刀剣男子を配置しているとミニゲームが発生することがあります。例えばクリアでは二振りで協力して行う餅つきや一振りで行うおにぎり作りが楽しめます。場所に応じた内容のミニゲームを成功させると素材や小判を入手できたり本丸を成長させられますので積極的に取り組んでいただくことをお勧めします。また本丸や戦場で刀剣男子を撮影して写真として残すことができます。スタンプやフィルターを使用して自由にアレンジすることも可能です。刀剣男子の記録を残すのにとても便利な機能です。回想ではこれまでの物語や好きな楽曲刀剣男子の音声などを振り返ることができます。ここから特別任務も確認できますので達成したものがあったら覗いてみましょう。
サッダルマ・タンダリーカ・スートラ。さあ皆様、密命の戦国刺激へいざ出陣です。刀剣乱舞無双。